大学じゃ3番手など不名誉なあだ名呼ばれていたそうじゃん。3番手ですよ。いいじゃないですか。別に上から3番目なんで。そんな不名誉な3番手って。おい、なんでそんなちょっと試すような言い方すんの。もうやる気下がるわこいつ。もうちょっとさ、やる気上げるようなこと言ってくれよな。いや、もう頑張りますけど、認められたいんで、もうちょっとなんか優しく言ってよ。はい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 。肝に銘じておきます。はい。うん、そんなことはさておいて。どうお考えです？あるまい？いや、知らんけど。そんな知らんけど。僕じゃ引いたものだ。でもフォレスティっていうとこは自分から志願したみたいなこと言ってたよね。受け入れてくれたって。あ、そうな。まあそうか。ザーディッシュ軍として残るわけじゃないもんね。いずれイブコアに行くけど、もう一時預かりみたいな感じだから、それは好ましき、いい人生とは言い難いってのもわかる。でも後で俺の実力を見て手のひら返してもこの私許しません。めちゃくちゃデレデレになったらどうしよう。ああそうっすよ、大活躍でしたよ。レベルも6位になりましたし。どういうこと？本当に機関の実力がどうかって、あ、他のメンバーが頑張ったんじゃねえかってこと？じゃあバカな。それはそうと。俺話聞いてんのかな、ちゃんと。このまま全軍広がっていくのでしょうか。このままいったらそうなんじゃないの。正気なものでも、なんか結構甘く見てるな、サラスクレプトのことを。もしかしたら牙を剥くかもしれんよな。ふん、サラスクレプトではかなりの実力者。なんか、なんなんこの分かりやすいやつ。分かりやすいプライドキャラ。こういう人が足元救われるんよな。なぜあの弱小国に我が艦隊が負けるんだ、うわーみたいな。なるキャラやんこれ。はい、一部を相当することが今回の目的。なるほど、その合流する前に倒せってことか。はあ、一席任される？マジっすか？あざす。はい。興味がある。空母任せよ。艦長代理として空母やれる。何これ、そのパターン初めてじゃないか？そのパティーン。どういう感じなんだろう。わかりました。おい、少し話せねえじゃん。じゃあもうフォレスティっていうとこに話しかけよう。フォレスティの膝裏に話しかけまーす。君の敗北は暫定的な勝利ですよ。マジでなんか画面の左半分が話が分かるやつ、右半分分からないやつで分かれてるな。の間幾度となくやってきた。あ、そうなんすか。あ、逆はないんだ。なるほど。あ、そうなの、本当に平和なるのみたいな。あ、そうなんだ。いいっすよ、別に急に刺されるわけじゃないっすもんね。
わかりましたの一言ぐらい言ってくれよ。根深いものとなった、まあ、なるだろうね。ふむ。ああ、言ってましたね。賛否両論。あ、そうなんだ。まあ、そうですね。そうなんだ。あれ？ラカンティアとはまた別で隣接してんだ。え？プルトコッホ、ザーディッシュとラカンティアが、え？プルトコッホとザーディッシュの間に、サルスクレプトとラカンティアがあるってことか。この感じだと。ほうほうほう。大きくなるはず。はぁ。あ、まだイブコーアの同盟に入ったまま、入るつもりでいるんだ。うわぁ、やだやだやだ、それやだ。それはなんとか戦闘意見ってことか。で、結局トップをさ、やったとしてもさ、そのトップに共感してるナンバー2がトップになるだけだからな。怖いよな。これ結局、意味ないのではって気もするけどな。あまりにも分が悪いな。そうな、そんな切れ者ないやん。まあ、やば、なんか、天才みたいなこと言ってたもんな。知ってる？黒い雷鳴の異名と名称。いい、かっこいい黒い雷鳴。ブラックサンダーやん。ブラックサンダーってこと？美味しそう。一気に可愛くなったな。100年に一人の逸材と言われ、中将ながらその発言機は政治に生まれる。ニーブル君の副官としてね。はい、ニーブルさん、名前ね出てこないんだよ。ニーブルなんとかモートンさん。じゃあ出席準備しますか。よし、ミーティングが終了だ。各位出席準備、宇宙で会おう。ラジャ、なんすかなんすかなんすか。君のオペレーターを紹介してくるな。アリシア・ポートマン。あ、ついに来ましたね、新キャラクター。かわいい。はじめまして、アリシア・ポートマン順位です。アリシア・ポートマンはね、キャラクター紹介いるんすよ。ロッジェスさんの下にいる。アリシア・ポートマンはザーディッシュ出身で、まあ、春、主人公の上官オペレーター。19歳。19歳の色っけ、これ。洗濯バサミつけちゃって。まあ、声優はまだ声出てないけど、まあ、声優は椎名ヘキルさんです。すごい名前だな。今回の任務から専属のオペレーターとして出席します。まだオペレーターになったばっかり新米ですけど、頑張ります。よろしく。5個下か、春の。頑張ろうね。おお、ニーブルさん、出席準備すべて整いました。私はいないものと考えろ。すべて機械一人で判断を下すんだ。はーい。あ、後ろで結んでるんですね。カタツムリみたいについてるわ。ダージして現実の門出を飾ってみせろ。よっかー。アリシア、これより出撃する。ついにオペレーター来たね。アリシア・ポートマンは、ザーディッシュの士官学校付属通信兵養成コース卒業後、軍に入隊。その後、春の艦に配属され、艦内のマドンナ的存在となっている。ま、19歳の色気じゃねえぞ。まあ、ちなみに、あ、まあ、いいか。別に俺の登場人物の説明とかがさ、載ってるから、まあ、俺ぐらいとくか、春バランシーなんですね。子供の頃から、イブコーア艦隊司令官になることを夢見ている主人公。
天才的な指揮能力を持つが人懐っこい性格。持つが人懐っこい性格って別にそれそうな反対なもんなん。これ士官大学の時代の士官大学時代の成績は学友の2人に一歩譲ることが3番手の愛称で呼ばれているとのことです。はい。いやー、まあ、敵が何席というか敵グループがね何個もなくていいね今のところは。今後増えそう。でもよっしゃ、今回ここで一応やめとくか。一旦ね動画撮るの終わります。お疲れ様でーす。もうちょっとちゃんと言っておけばよかったな。まあちょっとね、まあ動画を、まあ一旦セーブましたし、ここで区切ろうかなと思います。じゃあ一旦ね終わります。お疲れ様です。バイバイ。誰フォレスティ中将じゃない、中将なんや。あ、なんかある。横列と何これ、眼光かな。あと愛字、格欲、荒野。なんかめちゃくちゃあるな、人形。格欲はわかるわ。まあ、V 字みたいなやつだよね。あとは、荒野と眼光かな。あれだけわかんないな。見たことないわ。俺じゃねえんだ。あ、で、もし、今回は、あの、機関っていうか、相手のね、敵戦艦。まあ、周りを倒さずに敵戦艦を集中攻撃して倒してみようかなと思います。まあ、理由としては、経験値がどういう風な入り方をするのかがわからないんで、ちょっと試そうかなと、思います。最終的にまあ、一体ずつ倒した方が得なのか、全体倒すのが得なのか、ちょっと、まあ、そこだけ考えていこうかな。これ何の陣だよ。え、俺どっち？こっちだよな。あれ？選び分けね？あ？あ？あ、勝手に動いてる。実行しかやることがねえわ。俺どこにいんの？ああ、まだ動かせる。え？俺どこにいんだよ、じゃあ。は？いや、これあれか？もしかして艦長が違う人だから、フォレスティ中将だから、俺じゃないから勝手に動くかもしれんな。これ見るしかないから一旦。いや、これはやるだろ、こういう時じゃないの。あ、したうわぁ、なになになに。フォレスティ中将が動かして、この誰を殴るかは俺がやるのか。じゃあ無理じゃん。作戦、俺が動かせるときにその、あ、違う、勝手に全部やろう。おー、すげえ、ビーム兵器結構まばらに撃ったな。あ、一体持ってったかな。しかも俺がいるところ後ろだから殴れないよ。まあ、新人だからかな。お、うますぎだろ、フォレスティ中将、うますぎる。しかも、機関あるよ、機関。もう狙っとるんだよ。あ、倒した。イベントだね、これ、完全に。もう完全に倒したね。あ、終わったわ。撃ち抜いたわ。相手の、ブルトホッコッホの戦艦を。終わり。俺だけ殴れてない。なんなんだよ。早速なんか違う。俺がやりたかったことは違うことが起きた。まあ、セーブできたのありがてえな。レベルも上がらんかった。まあ、上がるもんじゃねえか。多分。ここは固定なんだろうな。お。機関より、戦闘停止の信号です。あ、そうか。新しく配属された、オペレーターだ。選択バサミはキュート。戦闘停止？はい。なんだ？増援が来たのか、敵の。
作戦目標が達成されたので、あ、じゃあクリアなんだ。お疲れ、帰ります。やっぱ中将までなると指示がもう的確やね。常に裏取ってる。あ、終わった。第11話。二人の上官。ほい。あ、で、あのね、どっかでね、登場人物で、春以外のね、あの、士官大学の友達、みんな親友って言ったんですけど、イリナ・ミラー、あの、ブルトコッホにね、帰ってった女の子だけ、春の生涯のライバルですね。怖すぎだろ。不穏すぎるわ、この名前。名前の付き方って関係性。絶対敵なるやん。めちゃくちゃ怖いんだけど。やっぱりすごいな。ほんと？俺何もしないけどな。イブコア士官大学で代表に選ばれたこと、おぉ。ありがとう。ニーブルのやつは面白くなさそうだったわ。何もしないけどな。ニーブルってやつはさっき、あれだよな。手前にいたオールバックの金髪の人だよな。それを言えてる。あ、機嫌のいいとこなんて見たことない。何が？実は夜、実質でぬいぐるみとなんか、喋ってる時だけ笑顔になるみたいな。そういうキャラクターでやってほしいな。面白いキャラクター。これ俺の部屋だよな。少し。広い家だ。サルスクレプトの動きは。メモらんとわからんな。ザハービー要塞が敵の手に落ちた。あー、なんかこれ言ってたな。奇襲。この宇宙空間で奇襲って相当やな。平常については相変わらずで満足の公式発表ない。なんとかせんといけんな。なんやもクソもないだろ。まあね、奇襲してくるぐらいやからな。奇襲してきた相手に対してさ、いや、和平和平、いや、和平しよで、相手がさ、仮に言ってきても無理やんね。いや、困るって。イブコーはしようね。え、世界平和イブコーは、イブコーはが無意味なものだったんだと叫んでいるよ。ちげえよ。反イブコア派が暴れるからイブコアが無意味になってんだって。お前らがじっとしてけば起きねえんだ、こんなことは。むちゃくちゃだろ。マッチポンプじゃねえの、これ。単に俺が彼に嫌われてるだけかな。まあ、そうであってほしいな。だって意味もなく人は嫌うんだから。そっちがいいわ。役立たずの若造扱い。まあ、二人の上官のうちの一人は、ニーブルかな。で、もう一つがフォレスティかな。あ、モートンかな。そんなんだってさ、無理やん。ね。いや、俺が興味ないやつに興味あったら困る、嫌なんですけどってこと？なんなん、その、こじれた、歪んだ関係。何もしない。今回一発も撃ってないけどな。え？あ、そうなの？じゃあなんでニーブル？え？見たかったんかな？それだけじゃなさそう。あー、なるほどね。甘い。なんか甘く、その試験というかね、その評価しそうやね。そういう意味では。え、違うの？スコッシュ、どう思うんだお前は。あんまり仲が良くないんだよ。誰とでもだろ、こんな。ニーブルっていうのがもう、みんなから、みんなになんかね、敵対心みたいな、冷たいね、あれなんじゃない？関係を作ってるせいじゃないの、これ。力関係気にしてる？あ、気にしいなんか、ニーブル。あー、こき使わされるんじゃない、これから、俺。もうやっぱそうだよな。嫌だー。逃げたいよー。俺も逃げたい。てか、この、ザーディッシュの、
この服いいよな、ユニコーンタイ、ユニコーンガンダムのデストロイみたいな感じでいいわ、色合いが。俺は反イブコアだとは言わないけど、反イブコアの筆頭、あ、そうなん、もうバレてるやん、まあ、バレたとしても自分から言ってない限りはあれか、噂でしょで終わるんか。もうなんなん、やだやだ、仲良くなろうよ。もっともブルト候補やサルスクレプトのように大きな勢力じゃないだろうけど、あー、その2つがでかいんか。てかずるいよな、反対勢力は武力行使してもいいもんな。イブコーアがその平和、その独立遊軍だからさ、無国籍軍隊か、だからさ、だからっつってなんかさ、なんか前回あったけど、同じ星の奴らは殴れないだろうみたいな理論でうまく動けないからさでも向こうは動くもんね、反対勢力はね、いけるもんね。ずるいわ。うわー、もうつら、反イブコア勢力を潰すために動かんといけんことなるの。やだやだ候補生とひたすしくしていたとか、そういうことを気にしてるんだよ。いいじゃん。お、わかった。あー、オッケーオッケー、乗る。それはさすがに。スコッシュさん行きます。うお、選べる、こっちだ。怖すぎる、さすがに怖すぎ。あー、前で待ってる。なんだこいつ、なんかこの十字路で人がおるって、なんかポケモンスタジアムのなんかね、バリヤードのミニゲームを思い出すな、これ。モートンさん、なんで振り返って見てんの。体もこっち向けましょうよ。お邪魔します。いや、まだっす。話したら変わるんかな。私の方の話はそれから。そうなんですか。じゃあニーブの部屋行くしかないじゃん。あ、いない。ハルバラン氏に対してです。ちょっといいですか。相談だと、まあいい、入れ。怖いよー。威圧感がるー。足長。なんなん、顔ちっちゃー。13頭身ぐらいあるんじゃないこれ。私はプライベートの時間まで貴様のような部下のために使いたいと思わないな。なんなん、じゃあ入れって言うなよ。あー、なんなんそれ。気難しい。あたす、すぐ終わるんで。ああ、それなんでなみたいな。確かにね、そこだけ聞きたいよね。そう思ったからだ。俺でも信じてるわ。こういうなんかちょっと上から行く感じでさ、実は誰よりも思ってるみたいな、スネイプ先生理論思ってます、それ。知ったことじゃないがなはてなじゃねえわ。艦隊内のバランス、おう、しん、いいじゃん、進歩は熱い人物。はあ、イブコは B 機ではない、だから、ほう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 、つまり、え、何、随時考えなければならないだろうな。え、関係ある、軍のことについて考えて俺が結局ニーブルさんの方に行くの、理由になるかこれ。指揮してないけどな俺。評価？ふん、私から褒め言葉が聞けると思っているのか。確かに戦績だけを見れば悪くない。だが勝敗は指揮官の能力だけで決まるものではない厳しすぎだろ。もうだってもう、
嫌ってるからさ、嫌ってるその目で見たら俺がいくら頑張ってもそれはそれで正しい評価できんくね。プラスに振り切っててもマイナスに振り切っててもさ、正しい評価できないんだからさ、フラットで見てくれよ。あ、ほんとっすか。行きたければ行け。よっと。はい。出来物のような存在。いい、まだ、なんもないっす。なんもないっす。すいません。じゃあ。いや。ニーブルさんがね、行っていいよっつったから行こうよ。ね。もし誘われたらね。バランシンです。お邪魔します。首で語るなぁ。あ、はい。嫌われてます。いろいろと質問ぶつけてみました。一個だろうが。聞くね。強く反対した方が彼の立場は明確。はい。別の上官の下で指揮を学ぶべきだというのが彼の意見。その別の上官イコールニーブルになる理由もよくわからんけどな。そのなんかね、まあ、ひいきされてる人よりかはなんかみたいな意見もわからんでもないけどな。いや、そうよな。冷たすぎるよあの人。とりあえずに君の実力を認めようとしない連中は確かにいる。あれかな、反対勢力に入って成果を上げることで、あれやっぱこいつ、えイブコはや、よくねみたいな風に考えてるんだったら、ニーブルさん、シュキってなるけどな。どうなんだろう。率直な返答？いやー、まあ不満ではありますよ。初めて来たね、選択肢。全然ニーブル巡査はそれを戦闘中に引きずっているように感じます。言うな新人が。ややこしいよ。え、今のままにしておきたくはない。もう未びいきと言われればそれまでもかもしれんが、私は君がニーブルの言うように無能だとは思わないっすよね。俺学生士官大学中にさ、俺2回頑張ってっから。守ってっから。ねえ。それなりの環境は必要。まあ確かに。そりゃそうやな。だってもう、戦闘できますみたいな。指揮できますみたいな。すげえエリートだとしてもね、お前がやる場所は今、あの、館内の溝掃除だみたいな。こと言われたらね、発揮できないもんね。うなぎ、生卵みたいな存在か今の俺は。だからといって半端な仕事はしてほしくないし、させたくもない。別の形で任務につけるよう非公式にフォレスティ帝国に上申中の。お、そうなんすか。ありがとうございます。サルスクレプトな。だが、はいはいはい。最悪？ザルスクレプト、殲滅大作戦？これダッシュせんといけんよな。ダッシュ、ダッシュ、ダンダンダダン。気にすることはない。ザハビ要塞のダッシュが成功したら、ラカンティアに派遣される。まずそのザハビ要塞を取らんといけんわけだ。了解です。まあブルド候補勢がね、手中に収めてるわけだからな。頑張ります。あ、行かないといけないのか俺。一緒に行こう。はい、手伝いに行きましょう。なになに、やばそうな動きしてる。右にいるのがニーブルかな。もうで、手前がもう左の手前がもうとうんで、後ろが少しか
タルスクラブの調整お願いします。マジかっこいいなフォレスティ中将イケオジってやつ。2,3 日中に新政権樹立。はあ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 。まあ、トップが言ったらね、トップが右っつったらそれ右になっちゃうからな、抑えなきゃ。はい、ザハビ王座の貫禄が地理的にラカンティアからザラスクルペスに至る中域を抑えたことを意味する。で急げってこと。とにかくどんぐらい急がんといけんのかな。ターン制何ターン以内撃破とかだったら厳しいかもしれん。このゲームのなんかターン以内とかきつい気がする。あ、モートンお願いします。計3艦隊、一つはザハービ要塞とザルスクレプトの中間中域、あ、援軍遮断作戦。はい、ふんふんふん。あー、行かせない組と要塞攻略組か。なるほど、はい、頑張ります。バランシン大佐にも、うお、マジ？サリバン大佐、誰だろう？サリバン？いるか、サリバン。いや、いないな。登場人物にはいない。友達の中にもいない。あ、スコッシュか。スコッシュサリバンか。もしかしてあいつの名前。はい。え？どちらの作戦式選べるの？はい。え？一応話しかけよう。選手はどうお考えですか？茶番臭い演出。お前さ、そんなこと言うなや。しとらんがな。おい、試すな。戦争だぞ。絶対に生き残ってくれな、スコッシュ。ジェフ・ハイドン。どっち選んでもさ、ジェフ・ハイドン出てきたりしないかな。怖くない？頑張ろう。まあ確かにね、いくらモートンだとしても俺を嫌ってたとしてもさ、実力がある人選ばんと負けたらやばいって分かってるから。そう、そういうことだよな。ニーブルさんがね、言ってたとしてもね。頑張るわ。はい。まあ一応決めました。決めてないけど。え？頑張るわ、じゃあ。どちらの作戦を選ぶべきか、提督の助言をいただきたいのですか？提督から言われたのね。はいはいはい。なるほど。めちゃくちゃ敵がいるか、敵がいるけどやりやすいか、敵は少ないけどやりづらいかってこと？オッケー、まあ、出席準備しよう。あれ？あ、選んでなかった。押せてなかった。決めました。決めましたけど、制圧行く？いや、しんどいらしいんよな。俺、しんどい方行けるかなって気もするんだよな。敵が いっぱいいるんだったら、こっちはレベル上げられるんじゃないか。行ける。上げよ、こっち。要塞制圧で。ザハービ要塞。奪還します。よし。頑張るわ。頑張りすぎだろ。了解だ。オッケー。おお、モートンさん。頑張ろう。マジか。選んだけど、不安。不安だわ。